龍禅を救い出した。同じ頃、連合軍本体は連合軍は仕上げに腕輪を見つけたとの偽情報を流す。アレス、アテナは目論み通り神の軍勢には趙雲ら蜀の将もいた。関羽、関銀平、真田幸村、私たちの役目は時間を稼ぐこと。別動隊が腕輪を確保し龍禅殿を救いたとはいえ、敵の猛攻は凄まじい。神や腕輪の力、そして趙雲らの部は確かに侮れぬ。そうでなければ役目を果たしている仲間たちに申し訳が立たない。それに兄上たちのことも絶対に助けなきゃ。どんな状況でも希望を捨てず凛と前を見て戦うか。私も君たちに習って希望を信じ戦おう。我らの本陣には腕輪があることになっている。それが偽の情報だとバレて策は失敗だ。本陣に敵を近づけるわけにはいきませんね。何としても押しとどめねば。行け、そして腕輪を奪い返せ。あいつらの手には余るのだ。攻め寄せるは我が子らか。ならば拙者が出迎えよ。私は兄上たちと戦うなんて。でも、もう迷っていたらいけないんだ。龍禅様を守ろうとする弟たちの覚悟、兄として堂々と受け止めてみせる。お前の力を見せてみろ。拙者も兄として全力で受け止める。わかりました。軍神の子同士、恥ずかしくない勝負をしましょう。ごめんなさい。そなたの働き、軍中随一よ。みんな準備はいいか。なら、まとめて蹴散らしてやれ。私は父上たちと戦いたいわけでは。観測、ここは戦場。敵としては今見えれば刃を交えるのみ。神殿、私の覚悟を決めるべきか。あの龍禅様は私たちが助けます。だから信じて待っていてくれませんか。分かった、お前を信じる。だからちょっと手を止めて一旦引かせてくれ。見事だ。これからも頼みにさせてくれ。その首そうもらい受ける。いざ。腕輪をちらつかせ我らと戦う。銀平殿、仕方あるまい。家族と戦うのが嫌なら下がってくれ。私や皆で何とかしよう。いえ、みんな一生懸命戦ってるんです。相手が誰だって私も頑張らないと。それに龍禅様も腕輪も絶対間に合います。私みんなを信じてますから。お主の忠義しかと見届けた。兄座のお子のことは父に任せよ。父上、いや、どうかお願いします。そなたの働き、軍中随一よ。いや、目障りだ。いや、目障りだ。目障りだ。いや、目障りだ。なんという武勇。もう大丈夫。伝令、直江兼次様たちが腕輪の確保に成功したとのことです。よし、腕輪を確保できたか。これで偽情報は偽でなくなった。腕輪が手に入った今、本陣を閉ざす必要もない。今こそ打って出る。攻めに転じたとき何か匂い。敵
敵は攻めに出たか。私が迎え撃たねば。ウルカ趙雲、ならばこの関雲長が相手になろう。趙雲殿と戦うのは辛い。でも立ち向かわなきゃ。関羽殿、銀兵、いざ勝負。趙雲、それでよい。拙者も全力で相手を務めよう。私も軍神の子として力いっぱい頑張ります。諸君、さぞや待ちくたびれたであろう。お待ちかねの腕輪はここにあるぞ。趙雲殿は強い。私このまま負けちゃうのかな。カウ殿、銀兵殿、でも諦めたくない。趙雲殿や兄上たちを取り戻すためにもまだまだ頑張らないと。趙雲殿、もう一回お願いします。すごい、どんどん力がみなぎってくる。よろしくお願いします。わかりました。援護しましょう。我が娘よ、そなたの覚悟で活路を切り開くのだ。金兵、お前まで腕輪を。だが遅れを取るわけにはいかない。力溢れてきて、全力。頼もしき同志を得て私は幸せだ。け、私が敗れては龍禅様が。皆心配をかけたようだな。私はこの通り自由だ。もう争うのはやめてほしい。龍禅様、ようこそこの地で。奇獣の感動の再会、泣けるっす。ってことで確かに送り届けたんで、ドローン。龍禅様さえ無事ならもう神に従う理由はない。どうかこれよりは皆と共に。はい、もちろんです。よかった。これでもう趙雲殿と戦わなくていいんだ。腕輪は必ず取り返す。だがペルセウス、まずお前を倒さねば。アテナの責任か。大したものだな。私を撃たねば気が済まぬか。アテナの奇襲に敵は動揺している。さらに畳みかけよ。この状況でさらに兵を出す、隙のない采配だな。モノノフの意地、今こそ戦場に示さん。皆には迷惑をかけてしまった。私もできる限りのことはしよう。龍禅様、どうかご無理はなさらぬよう。裏切り者を目の前にして責任を果たせぬとは。おお、帰ってくれてよかった。目の前で家族の争いを見るのはとてもつらい。この右分足と厳正なる勝負、どういうことだ。腕輪は本陣にあるのではなかったのか。我らの目を引きつけ龍禅を救出するための技法というところだ。と踊らされたということか。ふざけおって。どこかに気の緩みがあったか。うむ、良い働きだ。よろお願いします。わかりました。これもお仕事なんで。アスパルのブレック、
見せてもらった。敵に天誅を下す姿、まさに天下無双なり。これで不本意な戦を強いられることもよかったではないか。長三成か。李万世、またの名を勘が冴える男ってか。槍の股だ、まかり通るぜ。おお、その力で世に正しきをなさよ。銀平、よく頑張ったな。妹の活躍、兄として誇らしく思う。大兄上、ありがとうございます。でも、もっともっと頑張らないと。そうだな、我らの絆、見せつけてやろう。敵も疲弊しているよ。そろそろとどめを刺してやるか。アレフが動いた今こそ好機。我が槍で貫かん。よまいと思い救援に来たが、これほど大掛かりな戦になっていたか。すごい、なんと強いんだ。目障りだ。カウ殿、ここまでご迷惑を。主は当然のことをしたまで、詫びる必要などない。なんと優しきお言葉。武をもってお答えします。運命の矢ではなかった。目障りなのだ、早々にお引き取り願う。目指すもんなるまでわしは止まれねえ。みんな懸命に頑張ってくれている。君まで無理をする必要はないだろう。邪魔よ。確かに私の部など役には立たない。だが戦う姿を見て奮起する者もいるのだ。よく見れば君の技は鍛えられた。君主は君主で隠れた努力をしているのだ。見事な戦ぶりだ。逃げるが勝ちじゃ。また会うぞ。金継殿、腕輪を手に入れてくださり感謝します。おかげで長雲殿の攻撃をしのぐことができました。彼女の戦ぶりは妖怪そのもの。腕はなくとも長雲殿を吹っ飛ばしたに違いない。確かに熱き闘志を感じました。私たちに負けてはいられません。参りましょう。逆らう相手を間違えたな。その汗をかせ後悔させてやろう。私に挑む。よかろう、かかってくるがいい。恐れているか。皆一層奮起せよ。遅れるな。はい、敵将、奪えないわ。これもお仕事なんで。ままならぬもの。腕は取り返せなかったか。まあいい、駒はまだ残っている。腕輪を確保し、仲間も増えた。上々の戦果だな。これまですまなかった。龍禅様を救ってくれた恩、この武器にて返そう。趙雲、趙宝、韓国、韓作、これからは。劉備殿、今まで本当にすみませんでした。それに龍禅様を危険にさらしてしまいました。ですが、龍禅様を救っていただけて。ああ、もちろんだとも。劉備殿、も仲間たちがまた一つになれたのだな。はい、もう兄上たちと戦わなくて済みますから。君は心から家族を思っているんだな。だからあの腕は愛の女神フレイヤに選ばれた。